グーイネズのエドワード一世の城郭都市壁は、イギリス・ウェールズにあるユネスコ世界遺産。13世紀に建てられた4つの城の総称である。これらの城は、ウェールズ公国を征服したイングランド王エドワード一世によって建てられた。1283年から1290年代に、かけ、建設を始めた城ばかりである。べてが、軍事要塞の役割を担っており、 閉廷されたとはいえいかに、ウェールズの反抗が激しかったかを物語るものである。これらの城の設計はすべてマスター・ジェームズと呼ばれた一人の建築士によって行われたという、アングルシート・オビューマリスにある、1295年から建設されたが、未完成のまま現在に至る、目ない海峡を挟んで、ウェールズ抵抗運動の激しいガース・ケイリンに面するよう、設計された。 グイネズ州、カーナーボンにある城、1283年より建設が始められた。イギリス王大,大使の称号プリンス・オブ・ウェールズに、ゆかりのある城である。コンビ州、コンビにある城、1283年から1289年に、かけて建設された。グイネズ州、ハーレフにある城、1283年から1289年に、かけ、建てられた。 15世紀には、ウェールズ大公の末裔を名乗るオーウェングレンダワー軍が、この城に立てこもり、7年間イングランド軍に、包囲されていた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。